それどういう意味？またシャーベットカラーが流行るんだ。あ、このケープすっごい可愛い。この毒物子センスいいよね。やっぱり光るもの持ってるんだろうね。風かよ、他人が服着てる写真ばっか見てどこが楽しいんだよ。楽しいよ。実際にこれらの服を買ったらいくらお金があっても足りないけど、見て想像するだけならタダだしね。それにいろいろな服や流行りを見ることで自分のコーデにも得るものがあるんだよ。え、ブラウスだけで2万円以上？これフルコーデで10万超えだぞ。というかこの子たちみんな服代だけで一夏のバイト代全部突っ込んでも足りないくらいしてるぞ。この子たちが着てるのはブランド物ばっかりだもん。お値段が張るのは仕方ないよ。つまり可憐な女の子の装いとはいくらお金を突っ込めるかということと見つけたり。うわけ可憐な女の子を目指したいんでしょ？じゃあ頑張らなくちゃ。つまり可憐な服のためにアルバイトを頑張れってことだろう。っていうかおかしいよ、こんな高い服ばっか。絶対にこいつら私の知らない高額バイトをやってるぞ。あれだ、噂に聞くパパ活だ。そうか、パパ活でお金だけじゃなくいろいろと女としての魅力も磨くのか。あいたー。カリンは本気で可愛い女の子になりたいって気持ちあるの？そりゃあるぞ。でもそんなにお金がかかるんじゃ。まずカリンのそのお金がなければ始まらないって考えがまず可憐じゃないの？だってファッションもお金だろ、化粧もお金だろうし、美容もお金だろうし。じゃあカリン考えてみて。カリンの大好きなテレビの仮面剣道、昔からよく仮面剣道ごっこで遊んでたよね。でも仮面剣道と全く同じ服や剣を持って遊んでた？ないならない何かで対応するしかないぞ。そういうこと。カリンだって小学校の頃セントなんとかソードって言ってラップの芯とか貼り合わせて作ってたよ。あ、やめてくれ、今思い出すと死ぬほど恥ずかしいぞ。恥ずかしくなんかないよ、むしろそれこそが大事なんだよ。お金がないから何もできないじゃなくて、今あるもので今の自分にぴったりのものを作ればいいんだよ。じゃあこんな可愛い服が買えなくてもどうにかなるってのかよ。うん、手持ちの服やアクセサリーだって上手に工夫すれば全くイメージが変わるんだよ。私男の子みたいな服しかないぞ。女の子っぽい服を着せられても激しく遊んですぐ台無しにしちゃったから、親もそういうの買ってくれないし。そんなことないよ。前に着てたジージャン、あれ上手に組み合わせればカリンらしい可愛さが出ると思うよ。ほんの数百円で買えるアクセサリーだって素敵なセンスの人の手にかかったらすっごい可愛らしいワンポイントになっちゃうんだから。そういうセンスをね、こういう本を読んで磨くのが楽しいの。
険なんだな。そりゃそうだよな。風花だって何の苦労もなく可愛くなったわけじゃねえもんな。そういう本とかを読んで今までにもずっとずっと勉強してきたわけだろ。その積み重ねのない私がちょっと教えてもらったからって簡単に可憐になれるほど甘いわけもないぞ。それを言われると確かにそうかもしれないけど、でもね、かりん、可愛い女の子になりたいって気持ちは誰かと比べるものじゃないんだよ。かりんは私みたいになりたいって思ってくれてるようだけど、どんなに真似たってそれは私でかりんの魅力にはならない。じゃあ私はもう可憐な女の子にはなれないのかな。違うよ。可憐な女の子というのはなるために努力するものじゃなくて、なろうとすることを楽しむものなんだよ。例えばそのかりんの新しい髪型。え、はあ、すっごい可愛いよ。あれ、あれあれ、やだ、涙出てくるぞ。すっごい勇気出したんだぞ。こんな似合わない髪型にして、でもそれでもちょっと可愛い女の子になれるかなって思ったのに、なのに、なのに誰も新しい髪のこと何も言ってくれないんだぞ。その髪型は自分で選んだんでしょ。アイドルで可愛い子がいて、私もそうなれたらいいなって思って、美容院でこれと同じ髪型にって。そっか、かりんはそういう方向の可愛い女の子になりたいんだね。うん、来月のお小遣いもらえたら一緒に可愛いアクセとか探しに行ってみる？私の小遣い少ないぞ。ほら、お金じゃないって。買えそうな中でかりんに似合うもの、かりんが身につけて嬉しくなるものがあったら買うだけだよ。私と一緒にいろんなお店を回ってかりんの目指す可憐な女の子を一緒に描いてみようよ。ありがとう。かりんちゃん、鼻水出てる。ありがとう。うーかは一生私の親友だぞ。それでは試練を始めよう。時間は5分。生き残るために存分に本当の自分をさらけ出したまえ。
出てこいよディレクター。いくら最近のテレビが過激だからって、これはやりすぎ。一体誰かこれ外して。素手じゃどうにもならない。じゃあ何か道具を探して。みんな何をぼーっとしてんの。早く探して何か。探してって何を。私のこれ、首は鎖。それを外す道具に決まってるでしょ。そんなことも分かんないの。でも何も見つからないよ。さっき探して何も見つからなかった。仮にあったとしたって、この金網の床を抜けて下に落ちちゃってる。じゃあ金網の下を探して。きっとどこかにこれを外す鍵があるから。こんな金網手入らない。それにこの炎だよ。みんなの手なら入るでしょ。早くやって。無理だよ。こんな炎の中手なんか入れられないよ。どうせこれはほら、映画とかによくあるあれよ。友達のために炎の中に手を突っ込めるかどうかを試させるゲーム。友達でしょ。あんなに優しくして可愛がってあげたじゃない。今こそその友情に応える時でしょ。やってよ、やりなさいよ。私の鍵を探して。こんなとこに手を入れたら私の手焦げちゃうよ。あんたの柔らかくて可愛い以外に取り柄のない手なら少しくらい焦げたって問題ないでしょ。不器用で容量が悪くてドジなあんたの指が今以外のいつに役に立つっていうの。落ち着けって。私も探すから。ドレミもボサッとしてないで探してよ。まず私を解放しないことには始まらねえだろ。ぼんやりしてるお前らと違って、一番賢い私ならすぐにこの部屋の脱出方法を見つけ出せるから。だからまずは私のこれを外して。じゃない、今すぐ外せ。それが全員で生き残るために今すぐ必要な一番のこと。探せよ、赤ちゃんの鍵探してるよ。そんなに怒らないでよ。もたもた探すんじゃねえ、この薄泥。こんな時にまで可愛こぶってんじゃねえ。ああもう、私が探せばすぐにも何かが分かるってのに。ああもうわけわかんない。あーそっか、そうそう、断罪者って誰だっけ。え、断罪者が無罪って宣告すれば死刑囚とピエロが入れ替わるんでしょ。とりあえず無罪にしてくれれば私は自由になれて自分で調べることができるの。誰がピエロか知らないけど、絶対に私の方が頭いいし何か見つけられるから、絶対。私がピエロだよ。じゃあカリンが私と変わって、あんたより私の方が頭がいい。それが最善だよ。ふうか、躊躇してる暇はないの。足元の炎どんどん強くなってるじゃない。死ぬわよこのまま全員。断罪者ミナとドレミでしょ。早く私を無罪にして解放しなさい。早く早く。そんなミナは早くしろっての。私より頭の悪いあんたたちが生き残りたかったら私をまず解放するの。早く早くしろムナ。早く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 。
からさ。バカの相手はつれんだよ。バカは血の巡りは悪いし、言ってること理解できねえし、ほんと相手すんのが疲れんだよ。なんでわかんねえかな、ミナ。バカのお前がフリーでもさ、意味なんか全然ねえんだよ。一番賢くてこの状況下で最も脱出の可能性を高めることのできる私をここに拘束してさ、ドバカの薄のろのミナをフリーにする理由ってさ、何なのかね。わかんない。カリン、ミナのクソバカわかんないってよ。カリンから教えてあげてよ。いや、私は…そういや、カリンもさ、私よりかなりドバカだよね。ねえカリン、こんなイカれたデスゲームであんた死にたい？焼けて死にたいの？死にたくなんかないよ。だよね。じゃあ生き残ろうよ、みんなで。私頭いいし、洞察力あるし、絶対ドバカのカリンよりも役に立つんだから。おかしくない？どうして私よりバカで使えないミナやカリンがフリーで私が拘束されてんの？気づきなって、これはそういうゲームなんだって。あんたたちが自分がドバカの無能を自覚して私の代わりに死刑囚を引き受けてくれるかどうかっていうゲームなんだよ。お前が私の代わりにここに座れって言ってんだよ。てめえがピエロだろうが、何しらばっくれてんだよクソが。要はクソバカカリンと賢いフーカ様のどっちの頭がいいかってことに気づくだけのゲームだろうが。ミナ、てめえそんなこともわかんねえのか。私とカリンどっちがバカかもわかんねえほどにバカなのか、てめえ。足りねえそのわずかの脳みそ使って、今すぐてめえは無罪って言って私を解放するんだよ。そんなので できないよ。ミナちゃん、え、無罪って言ってみて。無罪無罪無罪、MUZAI、 無罪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 。無理だよ、ミナには言えないよ。じゃあ死ね、ドバカ、クソホルク・ゲリベンガ。その小便くせえ顔面、焼けた金網に押し付けて今すぐ生まれてきたこと謝れよ。謝れ謝れ。俺、はあ、少し黙ってくれ。はあ、何でもかんでもいつもあんたの思い通りに世界が動くと思うな。あんたは昔から言いたいことがあったらいつだって好きなだけ言い放題。それにいつも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 付き合わされて振り回されてきた。私はずっとずっとあんたというお姫様のサンドバッグだった。あんたの心の鬱憤を叩きつけるためだけのぶら下げられたサンドバッグだった。私が付き合わないとあんたは癇癪を起こして冷たく当たってきたり、暴言を吐いたり、自暴自棄になったり、自殺をほのめかしたり。私がどれほどの善意から、そしてどれほどに強制されてあんたに付き合わされてたかなんて想像もできないでしょう。
フーカー、あんたのこと昔から大嫌い。でもね、それでもあんたのサンドバッグにはなり続けてあげた。あんたにもうサンドバッグは嫌だと言い出すことさえめんどくさかったから。あんなに、あんなに親身に聞いてくれたのに。うなずいて適当な相槌を打ってればあんたの心は楽になるんでしょ。その程度のことには付き合ってあげたわよ。私たち仲良し4人組だそうだから。ドレミ教えてよ、昔から大嫌いっていつの昔から。出会った一番最初からのわけないよね。ああ、出会った一番最初は私にとってもお前は親友だったよ。でも多分あの日を境に私の心の中でそれが変わったんだ。わかんねえよ、あんなに仲の良かった二人がどうして。今こうして思い返すと本当にくだらないことのように思う。でもあの日のことはあの当時には十分に腹立たしいものだったんだよ。一体私は何をしたっていうの。あの日私は家を出られないって言った。話は電話でなら聞けるからと何度も言った。それなのにフーカは直接話を聞いてくれなかったら死んでやるって言って大泣きしだした。家にいなきゃいけなかったのに、なのにあんたに無理やり呼び出されたんだ。怒られた、母さんにめちゃくちゃ怒られたんだよ。何度も引っ叩かれた。それだけじゃないよ、あんたにさえ呼び出されなかったら、呼び出されなかったら、雨でぐちゃぐちゃになってた。びしょ濡れで壊れてた。手紙もにじんで読めなかった。私にはソラ君の思い出何一つ残らなかった。風化のせいで。もちろん 100% 風化が悪いわけじゃないだろうよ。私にも火があったんだろうよ。あんたのすすり泣く声無視して家にいればよかった。それができなかったんだから私ももちろん悪いんだろうけどさ。とにかくあの日から私はあんたへの見方がガラリと変わったの。あの日を境にあんたはもう親友じゃなかった。だからあの日からずっと風花、あんたなんて大嫌い。ようやくそれをこうして口に出せて私は心から清々する。何を言ってんの。何を。あんたは今までずっとお姫様だったんだから、こんな時だってお姫様でいなさいよ。お姫様らしくしばらくそこに囚われてて。うーがー、早く私から。脳みそ空っぽのお前らより先に私から助けろっつってんだよ。断罪者は私とミナだね。そうだよ。聞いて、私だってみんなで脱出できたらそれが一番と思ってる。でもそのためには一度決断しなきゃいけない。まずこの部屋を脱出する。外になり風花を助けるための何かが見つけられるかもしれない。もちろんそこにいる男の子も。
この部屋には何もない。この部屋で議論し合うことが今一番無意味。私を見殺しにするつもりでしょ。ドレミー、人殺し。あんたには貸しはあっても借りはないの。昔から、昔から。みんな有罪を宣告して、早く。そんなのできないよ。フーカを助けたいなら、これが唯一の方法。フーカはあなたが思ってるような子じゃないよ。ずっとずっとあんたも見下してた。ありがとう、ミナ。あとは私の仕事。この拷問レバーはもう一人の断罪者の私にしか操作できない。私たち友達でしょ。拷問なんてやっちゃダメだよ。友達だからこそ耐えて、フーカ。あなたが受け入れてくれなきゃ、私たちは全員死ぬ。お互い親友だって言い合ったじゃない。拷問レバーなんて、そんな恐ろしいもの触っちゃダメ。
ってる。みんなぼやっとしないで、早く首輪を外して。バイバイ、お姫様の風花。いい気味だよ。先生する。許すことにするよ。だから早く死ね。嫌われ者に私を吹いて、本当の仲良しの幼馴染グループになれたつもり？あんただってね、嫌われてるんだよ、その仲良しにね。私に運がなかったから、私はこうして取り残されて死ぬけれど、もし死刑囚があんただったら、私たちはきっとあんたを見捨ててたよ。今日からもみの木小学校2年1組の新しいお友達になる元木そらくんです。そらくん、みんなにご挨拶をどうぞ。元木そらです。短い間ですが、よろしくお願いします。そらくんはご家族のお仕事の都合で3ヶ月間だけのお友達になります。みんな仲良くしてくれますね。おー、覚えてる覚えてる、そらくんね、かっこいい子だったな。みんな最初ちょっと怖かったかな。
友達を作れると思ってなかったんだから仕方がない。でもずっと同じ場所に住み続けることって幸せなことなんだって空くんのおかげで気づけた。数ヶ月ごとに転校じゃ仲良くなれたと思ったらすぐにお別れだよね。たまにそういうのちょっとかっこいいかななんて思うこともあるけど、やっぱ私には無理だね。転校のたびに新しいクラスメートの名前覚えてられないぞ。旅役者の一座か、大変だっただろうね。ソラくんがアクションしてるとこ一度くらいは見てみたかったな。あんだけお願いしたのについに一度も見せてくれなかったぞ。ソラくんはプロ意識の強い人だったから舞台以外ではそういうの絶対に見せないって言ってたもんね。すっごい運動神経良かったよね。1歳の頃から舞台に上がってたって言ってたっけ。そうだったっけ、忘れてた。風花は10年近くも前のことなのによく覚えてる。忘れないもん。だって私たち仲良し4人組が仲良し5人組だった。とっても大切な思い出なんだから。もし転校しないでずっと一緒にいられたら今もここにいて5人組だったかな。思春期の高校生5人組で女4対男1か。修羅の予感だな。小2であの大人っぽさはちょっと怖かったけどさ、高校生の今ならすっごいイケメンだったりしてね。うん、高校生に成長したらすっごい王子様になってる気がするよ。もし今もいたら空くんは風花と付き合っていたかもな。え？ああ、みんなもなんかそんな気がする。そうだよね。今にして思うと空くんは風花のこと絶対に意識してたと思うぞ。うんうんうん、みんなも今ならそう思うな。誤解だもん。お友達としてよくお話をしてただけでそういう気持ちはソラ君にはなかったと思うな。小学生の時はそうかもしれないけど、高校生になったならきっと風花の魅力に気づいてたと思う。そうかな。そうだぞ絶対。風花にならソラ君を譲ってもいいと思うぞ。ソラ君はカリンちゃんのものじゃないよ。みんなのものだったよ。私たちは忘れかけてたけど、風花はずっと覚えてたんだな、空くんのこと。一緒に過ごしたのはたったの3ヶ月だったけれども、私はずっと忘れないもん。だって、空くんは私の初恋の人だったから。元気かな、空くん。今も、あちこちを旅しながらお芝居をやってるのかな。風花は連絡先の交換とかしなかったのか。したと思うけどどっか行っちゃった。私の人生最大の痛恨のミスって。また会いたいね、空くんに。そうだぞ、今度こそ私バク転とか盾とかアクションとか見せてもらうんだぞ。今度見せる見せるって言ってとうとう見せてもらえなかったんだよな。またこの町に公園で来てくれたらいいのにな。うん、そうだね。